どうもたぶやんです。今回は単発実況 RPG シリーズイースやってみたいと思います。アクション RPG の金字塔イースシリーズ、いやー今までねなんかイースシリーズとはご縁がなかったんですよね。全くと言っていいほどねシリーズ作品をプレイしたことがありません。日本ファルコムさんの作品、1987年に、パソコン版で発売以後ね、このイース初代ファミコン、それからセガサターン、プレイステーション2、ニンテンドー DS、プレイステーションポータブルなどの、ハードで発売されております。バーチャルコンソールゲームアーカイブスなんかにも今も配信されてるんでしょうか。ちょっと分かりませんけどね、配信されてると思います。さあやっていきましょうか。手探りでいくぞ、最初から。お、いきなり始まった。アクション RPG なんですよね。ちょっと画面が揺れてるけどな。ソード持ってません、シールド持ってません、何も持ってないんだね。レベル 1、 STR っていうのが攻撃力かな、 DEF が守備力なんでしょうね。インベントリー、ゲーム、あ、いきなりセーブ、いや、バッテリーバックアップ、ちょっとわからないですけどね。バッテリーバックアップシステムですね。のセーブでいきましょう。1000ゴールド持ってるんだね、OK。あ、スタートボタンを押すとポーズするんだね。この人に話しかけて、固めの男を見なかったか、名前をドニスというんだか、あいつ仕事をサボりやがって。いや、自分の名前もわからないんだけど。固めの男。取引所ピム。何の用だ？掘り出し物を探しに来た。サファイアの指輪、ウィング、ミラー、シルバーアーマー。シルバーアーマーくれ。それはさっき売れちまった。どんなやつが買っていったかって？確か黒マントを着た男だったな。マントが青白く光っていて、どことなくうさんくさいやつだった。なんか会話が凝ってますね。サファイアの指輪、あんたもこんなサファイアを彼女にあげたらどうだい？安くしておくぜ。1000ゴールドで買わねえか？あ、ちょうど買えるな。でもね、今彼女いないんだよねウィング、このウィングを使えばどんなに遠くからでも一瞬で町へ戻ってこられる。2000ゴールドと少し高いがどうする？あ、ドラクエでいうとキメラの翼的なやつか。でもそれ一生使えるんだったらねえ、消耗品じゃないんだったら欲しいけどな。2000ゴールド持ってないな。一言一言なんか濃いねこの町の北東にバギュラ・バデットと呼ばれる、濁点多いな、巨大な穴があります。盗賊はそっちの方からやってくるみたいね。あ、盗賊退治。何これ、2人で歩いてる。嘘でしょこれ初めて見たこんなの。野原にはロダという大きな木があってね、僕たちはいつもそこで遊んでるんだ。いやでもくっつきすぎでしょ、これ子供か。広いね町。留守のようだ。留守ですか。なんか広いな。クラーゼの病院。まだ傷はありません。留守ですか。なんかなんかちょっとキャラクターが前に行きすぎてもうちょっと中央でいいんじゃないの。占いの店サラ。ああ、あなたこそ私の探していた人です。剣士としての装備を整えたらもう一度ここへ来てください。あなたに頼みたいことがあるのです。装備を整えろって。防具の店ディオスです。鎧と盾のどちらをお求めかな。鎧かな。チェインメールおいくら。風通しが大変よく漏れることがないんだ。あー、夏にいいみたいだね。買おうか。毎度ありがとう。もういいでしょう。600、あと600ゴールド。武器屋が欲しい。武器屋。看板がないんだね、このゲーム。武器屋の看板とか。武器屋どこ？あ、大体防具屋の横に、ここじゃない。オッケー、ロゼッティです。あ、シンプルだねこれは。ショートソード、ロングソード。ロングソードいくらすんだ。2000か、高い。ショートソードかやっぱり。500、あ、なんとか買える。よし、日常品か。もうなんか包丁みたいなもんかな日常品って。井戸がありますよ。あ、入れないのか。ドラクエのやりすぎかな井戸は入れるもんと思ったんだけど。僕この間不思議な盾を手に入れたんだ。でも変なマントを着たやつに取られちゃった。あ、盗賊が出没してるのかな。そういうことだよね。え、何これ。違うとこに来たぞ。野原にある廃校へは強くなるまで行かない方がいいよ。僕のお兄ちゃんはそこで大怪我をしたんだ。大怪我ぐらいなら病院へ行けばいいじゃないか。最近子供たちが野原に遊びに行ってるみたいなの。心配で心配で。最近占い師のお姉さんの様子がおかしいんだ。世界が滅びるとか変なことばっかり言ってるんだ。あったぞさっき。あれ、剣士としての装備整えたけど。何、盾がいるのか。700ゴールド無理装備を整えるってどういうことなんだろうね。ここから街の外に出れるのかな。おお、出れた。どうやって戦うんだろう。うわー、敵がいる。どうやって戦うんだ。あ、こういうことか。体当たりで戦うんだ。横から、あいたあいた。あらまあ、やられたー。私のイースデビュー終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。あまりに寂しい最後でしたので、セーブしたところから始めてみましょうか。で、セーブデータあるのかな。あれ？これ私のデータじゃないじゃないか。なんだこれ嘘。また前の持ち主の人のやつか。レベル24。なんかすごいことになってる裏技でも何でもないからね裏技じゃなくて、前の持ち主に感謝ですねソード、わあいっぱいある。シルバーソード、フレームソード、何でもある。シールド、シルバーソード、アーマー、シルバーアーマー、すげえ。アイテム、ヒールポーション、ブルーネックレス、ハンマー、ウイング、全部あるじゃん。さっき売ってたやつ全部持ってるね。パワーリング、リングメイル、なんかいっぱいある。インベントリーって何？他のアイテムってことか。うわ、いっぱいある。すげえ。フルコースなんじゃないこれ。この人がクリアする前の最後のセーブじゃないのこれあ、ちょっと待って、ゲームいじらない方がいいよ何これ、塔の上みたいな。入ってみるか。私の分身を倒したのはお前か。いや、前の持ち主です。イースの秘密を知ってしまったからには生かしておくわけにはいかぬ。マジか。皆さんなんかネタバレあります今更遅いって説明欄に書いとこう。ネタバレね。これからイースをプレイしようかなと思う方はね、見るのをやめてください。このファクト様自ら相手をしてやろう。ファクト、ラスボスなのか。分身のようなわけにはいかぬぞ。あ、始まるの？あ、この狭いとこで？嘘！体当たりだよね、攻撃。私には無理じゃないか、これ嘘嘘嘘、なんだあ、敵にダメージ与えてるよ、でも。オッケー。おりゃ、こんな素人の私に勝てるわけがないだろうこれ無理だよねあ、でも結構与えてる、結構与えてるよ。惜しいぞこれ。ちょっとアイテムとかないのか。うっそ、惜しい。惜しかったね。なんかアイテムとか使えないのかな。でも体当たりの戦いでもう一度だ。第2戦。ああ、やったぞー。第2戦で見事倒しました。男のマントから本の最終章が見つかった。よくやってくれました。みんな感謝してます。さあ、ジェバのおばあさんがお待ちかねです。どこ？ジェバのおばあさんお前さん、それはイースの本だね。ジェバの家。それを読むのはあんたには無理じゃ。どれ読んであげよう。お願いします。あ、一つずつ。ハダルの章。イースはクレリアという金属を生み出したことにより栄えた山にそそり立つサルモンの神殿はイースの繁栄ぶりを示していた。そんな時突然あのような災いが訪れたのだ。ジェンマの章。あいつが魔物を引き連れて追ってくる。人々が恐怖に怯える中、女神が我々の前から姿を消した。それ以来女神の姿を見た者はいなかった。ジェンマの家系に古くから伝わるものがある。透き通るように青い金属製のメダルだ。これには魔物によってかけられた呪いを打ち破る力がある。これでしばらくは時間が稼げる。ダビーの章。イースを襲った災いについて話そう。あいつは突然現れ町を襲った。地下より噴き出した溶岩は野原を焼き尽くし、我々はその中を逃げ惑った。どうやらクレリアが全ての災いの元となっているらしいのだ。我々はクレリアを地下深く通じるあれに手を出した時、この世に災いが舞い戻るだろう。メサの章。我々はついにサルモンの神殿に追い詰められた。巨大な魔物が手下を従えてだんだんと迫ってくる。我々は一旦この地を離れることにした。再びここへ戻ってこられることを信じて。鳥羽の章。イースは2人の女神と6人の神官によって治められている。女神は我々の生きがいであり、このイースの象徴でもあった。そして先ほど手に入れたファクトの章か。おお、これこそ失われしイースの最終章。あ、これはおばあさんが話してるんだねこれでこの村にも平和が訪れることであろう。ファクトの章。鮮やかな朝焼けの映える朝、突然あいつの追撃が止まった。なぜだかわからないが、これは喜ぶべきことだ。イースから災いが消えたのだから。再びあいつが現れた時のために、イースを結集した力をここに封じ込めておく。6冊の本を手にした者に力が与えられ、その者こそ平和を導く指導者となるのだ。ん？どうした？朝日が昇ろうとしていた。空は次第に明るみを増し、塔の輪郭が浮かび上がってくる。解き放たれたように鳥が鳴き始め、魔物の姿は潮が引くごとく消えていく。アドルの心は旅を終えた安らぎで満ちていた。その中でアドルは長く続いたイースの歴史を眺めている。本に書かれてあったことが浮かんでは消え、やがて女神の姿が浮かんできた。その顔はおぼろげだったが、不思議にもアドルはその2人をよく知っているような気がした。下を見下ろすと、そこにはジェバの家がひっそりと立っていた。フィーナの記憶はもう戻ったろうか。地上に帰ったら真っ先に彼女にこれまでの出来事を話してやろうと思った。どこからともなくまばゆい光があふれ出し、アドルを包んでゆく。まるでその光はアドルを祝福しているかのようであった。そしてアドルの新しい旅が始まる。長い冒険ありがとう。これで君もまた一つ大きくなった。おお、エンドロールですね。何にもしてないけどな。いやー、でもラスボス2回で倒せましたね。いやー、今までの経験が生きたんでしょうか。イースの攻撃は体当たりみたいですね。いやー、これはじっくりプレイして見るべきもんだな。感動もひとしおになるんでしょうね。物語が続く、主人公アドルのね、新しい旅が始まるっていう感じで終わりましたね。っていうことはイース2につながってるんでしょうね。壮大な、ちょっと見ただけでも壮大な物語でしたね。いやー、楽しめました。それでは次のレトロ RPG でまたお会いしましょう。さよなら。